まずはタイガースの先発大竹が甲子園のマウンドに上がります。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。があるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。これが初球、初球空振りです。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライク。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、掴み取った。ナイスプレーが飛び出しました。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。バッターは2番に入っている梶谷。昨日のゲームでは無安打に終わっています。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは大竹、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しい。打ちました。サード取った、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックス丸、ツーアウトランナーありません。初球打ち、ファウルになります。低めの際どいところですが外れています。いいとこ投げてきますね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。見逃して三振になります。スリーアウトチェン。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。あ、なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。改めてお聞きします、バッターの坂本、どういうバッターなんでしょうか。まあ日本人離れしたパワーを持ってますね。怖いバッターです。見逃して三振です。ワンアウトです。打席には5番バッター岡本。2試合当たりが出ていません。大竹、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いい球でしたね。アウトローの変化球、キレがあります。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。インサイド落ちました。これはどうか、ピッチャー飛びつく、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。6番バッター秋穂、ここのところ当たりが出ていません。2アウトランナーありません。ファウルになります。3球目は何で来るか。バッターライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。森下掴んだ。